こんにちは、 SBFJ の利根川です。前回クズ竜沼でやったリョウトロロの動画が好評なので、またリョウトロロをやっていこうと思います。ということで、前回の動画で使って一つだけ残っていた極上トロロハードをエサボールにほぐしていきます。前回のリョウトロロ動画はいろんな方に見ていただいたようで、あんなに丁寧にやらなくてもいいという意見や、やっぱり丁寧にやるに越したことはないという意見をいただきましたが、今回は実験も兼ねて大雑把にやってみました。ザクザク大胆にほぐしていきましょう。一通りほぐしたら、今回買った極上トロロを一袋ほぐしていきます。ハードだと繊維が強すぎるということを聞いたので、今回は極上トロロとハードを1対1っていうのが正しいか分かりませんが、ブレンドしていきます。ただ、さっきのハードは小袋の方を開けていなかったとはいえ、熱い車内にずーっと放置してました。繊維が死んでいないかちょっぴり心配ですが、ここまでの状態を見るに大丈夫そうです。見た目からして繊維が明らかに違うので、繊維が偏らないよう吸水させる前によく混ぜておきます。水を 200cc カップで4杯、合計 800cc 入れてトロロに水を吸水させます。この時、トロロに早く水が行き渡るようにタプタプしましたが、使っていて不具合はありませんでした。ちなみに、さっきの極上トロロハードじゃないやつはすごくほぐしやすかったです。ということで、吸水している間に利根川が飼っているお魚の動画をどうぞ。水は汚く見えますが、プランクトンが大量繁殖しているだけなので意外と大丈夫です。ただこれも行き過ぎると酸素不足で魚がなくなってしまうので、この後水替えをしました。ちなみに、こうなっている原因は餌のあげすぎと思われます。ということで、吸水が終わったトロロさんに戻りましょう。トロロを触ってみると、ある程度吸水していたので、段差ばらけを入れていきましょう。え？段差ばらけじゃなくて BB フラッシュ入れるの？と思った方、よく見てください、この袋の中身。段差ばらけなんてめったに使わないので、持ち運び用で BB フラッシュの袋に入れてるんです。紛らわしくてごめんなさい。この段差ばらけを 200cc カップで1杯入れた後に、前回と同じくトロロの隙間に差し込むように混ぜ込んでいきます。そして、トロロと並んで主役を張るトロセンです。トロセンを 800cc 入れますが、一気に入れたら混ぜにくかった記憶があるので、まずは半分 400cc を先に入れますが、古いトロセンが 400cc ちょうどくらいでした。前回と同じように、トロロの中に麩を差し込むように混ぜて、ある程度混ざってから 400cc 追加して、合計 800cc 入れました。実はここだけの話、前回リョウトロロをやってすごく楽しかったんですよ。まあ、餌を作るこの工程も結構好きですし、針に柔らかい餌を引っ掛けるようにつけるのも楽しかったです。三和神家でリョウトロロをやっている方からラブコールをいただいているので、そのうちトロロを仕込んでいこうと思います。そして、出来上がった元餌をジップロックもどきに入れて冷蔵庫で保存します。聞いた話によると、数日前から仕込んでおいても大丈夫なんだとか。それでは現地でお会いしましょう。さてさてさて、やってきました、長野県は松原湖。現地で餌を作っていきましょう。 200cc カップに元餌を取り分けて、餌ボールに…じゃなかった。まずはトロスイミーを 50cc カップ1杯、トロセンを 100cc カップで1杯、そこへ 100cc カップ1杯の水を入れて軽くかき混ぜます。吸水させたら、元餌を 200cc カップ1杯、ここで入れます。やっぱり同じように全体が馴染むよう麩を差し込んでいきます。ということで、餌も出来上がったので、餌打ちを開始していきましょう。松原湖はもともと桟橋がなくて、ボート釣りがメインだったみたいですが、2018年に群馬県富岡市にあるニューコから桟橋を購入して設置したとのことです。松原湖の遊漁料が500円、桟橋の利用料が1000円、合計1500円で1日楽しめます。
撮影用のカメラを2台設置してズームや角度を決めてから餌打ち開始です。トロロをバラサー6号に引っ掛けていきます。正直魚影はそれほど濃くないですが、この日行った時は結構浅い棚に魚が多かったような気がします。でもこういう場所に行ったからには長い竿、深い棚をやりたくなるのが人の常ですが、私は借り物の9尺響きを使いたかったので半竿です。しかも提灯ではなくメーターくらいの浅い棚。今回私の釣り方は両トロロなので、ヘラブナを寄せる力は弱いです。9尺のメーターで割とテンポよく餌を打ってもなかなか釣れないで焦りましたが、焦りは禁物です。水が透き通っているので餌を5分ぐらい打っているとポツリポツリと魚が入ってきたのがわかります。餌の着水点の下に5匹10匹とだんだん魚が増えてきたので一安心です。まもなく松原湖で初めて釣り上げた魚のあたりです。ご覧ください。最初のヘラブナをかけるまで10分ぐらいかかりましたかね。それで1枚釣り上げると魚の気配が結構消えちゃいます。でも気を取り直して餌を打っているとまた浮きになんとなく触りが出てきて当たりが出ます。水がかなり澄んでいるので警戒心が高いからなんですかね。まあちょっとわからないですけども、松原湖2個目が間もなくヒットします。今回極上トロロと極上トロロハードをブレンドしてみましたが、持ち具合は全く問題なかったです。今回くらいの魚の魚影の場所では、まあ、極上トロロのみで大丈夫そうですが、管理釣り場の平日、まあ、魚が湧くような場所だときついかもしれません。まあ、これらはあくまで想像になるので、また今後検証していくつもりです。ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そうそう、使い切れなかったトロロを冷凍できるという話ですが、いろいろトロロについて教えてくれた方によると、冷凍すると繊維が少し弱くなってしまうらしく、別のトロロを当日足して使うそうです。私もこの時松原湖で使ったトロロの元餌が少し余ってしまったので、家に帰ってから数日間冷凍していました。それを解凍してそのまま地元の釣り場で使ってみましたが、まあ、なるほど言われた通り少し持ちが悪いなというのが実感できました。まあ、地元の池だったのでトロロを足すとかそういうのはなく、そのままの元餌で打ち切りましたが、同じ針バラサの6号でやっていましたが、餌が針に引っかかってくれなくて、まあ、なんとかつけた餌も餌打ちの時に、まあ、私の餌打ちのふんわり落とせないところが出てしまって餌打ちの時に落ちてしまうことが何度かありました。足元で針につけた餌を手元に落としてみると、膨らんでトロロが持ってくれてそうな感じではあるんですが、そのまま手を上にふっと軽く誘ったようなイメージで動かすと、まあ、ふわーんと落ちていました。一応ハードが半分入っていてこの様子なので、極上トロロのみを使った場合だと使えなかったんじゃないかなという感じです。地元の池でやった日はめちゃくちゃ暑い日だったので、夕方頃に仕事の休憩時間を長めに3時間近く取ってやりました。まあでも実質2時間ぐらい竿を出して大量に釣れるマブナの中で紛れて小さなヘラブナが混ざってくれたので楽しかったです。
それにしても松原湖の魚はそこまで大きくないですけど、放流された後は大自然の中で育っているせいかめちゃくちゃ引いて楽しいですね。ということでお腹も空いてきたことですし、これがお昼ご飯の前に釣った最後のヘラブナなので、当たりからのファイトを見届けてご飯にしましょう。でも我々近いからいっかって感じじゃないですか。昼はデイリー山崎で買ったおぼろ月というラーメン屋が監修したつけ麺です。ここのお店には何度か行ったことがあって、 7、8年前一時期店の前を仕事帰りに通ってましたが、店の前に行列ができてない時はいつも食べてましたね。といってもこれはそのお店が監修しているというだけなので味は違ったと、味の違いが分かる男感を出したいところではありますが、正直分かりません。利根川のつけ麺ランキングの中ではトップ5に入るうまさではありましたが、何よりも記憶が定かじゃなくてですね、まあということでお腹もいっぱいになったので釣りを再開していきましょう。昼食後はカメラアングルを変更してお届けします。今回急遽長野県での釣りが決まったので、長野の方たちから釣りに来た時は声をかけてよと言われていましたが、ご連絡できず申し訳ありませんでした。行ったからにはその地域の人たちとお話ししたり一緒に釣りしたかったんですけどね。でもいろんな人に夏は長野がいいよと言われる理由が分かりました。マジで埼玉とは涼しさのレベルが違います。私の住んでいるところからマイナス5度くらい涼しいので、朝はもうクーラーの効いた部屋買ってくらいの涼しさでした。どのぐらいの涼しさかというと、先日シイノキ湖でマッシュポテトを食うのかという検証動画を撮影した日に GoPro が熱暴走したとお話ししましたが、松原湖で釣りをしている間は一度も熱暴走しませんでした。さすがに日が出てきてからは日差しを避けないと辛いのでパラソルを出しました。松原湖の万力を固定する木は横に長くて座席間隔も広いので、パラソル万力の固定はバッチリです。ちなみにこの9尺のメーター両トロロ以外にも9尺の提灯両団子をやってみましたが、明らかに浅い方がいいペースで釣れました。まあ魚が湧く感じでもなかったので、本当は浅棚両団子かトロがけのセットとかが一番良かったんじゃないかと思います。最近私は浅い棚の提灯両団子をやるときにバラケマッハスゴフカルネバを 200cc カップすり切り1杯に水を 200cc 入れて混ぜてから浅棚1本を、まあ、100cc ちょい入れるのにハマってますが、どうも魚が上ずってる感じがしたので、そのここの松原湖に関しては餌が悪かったのかもしれません。そういえば丸型の偏光グラスを買ったんですが、面白いかなと思ったら意外に普通だったので普通に使ってます。面白くなかったのでちょっぴりショックでした。ということでこの辺りが本日釣り上げた最後の魚です。ごめんなさい、魚じゃありません。カメラに向けてポーズをしているとき、左側の人にチラ見されて恥ずかしくなってしまった利根川でした。ということでここまでご視聴ありがとうございました。画面下からポチリと評価ボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方はそちらもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。